皆さんこんにちは、ナナです。本日は前回の川名ホテルゴルフコース富士コースに続き大島コースのラウンド動画になります。富士コースとの違いや特徴についてお伝えできればと思いますので、最後までご視聴していただけると嬉しいです。はい、アウト1番パー4、350ヤードですね。はい、これちょっと左ドックなのかな、打ち下ろしのホールになります。で、あの目の前にあるのが大島になります。今日はすごい天気が晴れてて、で大島コースは全ホールのニックネームがついてるんですよ。このホールは熊谷の冒険っていうニックネームがついてます。あのゴルフ場建設に着手した熊谷さんって方の、あの住居が、まあ、グリーンの左下にあったことが由来って形で、そんな形であの、まあ、残りのホールもいろいろニックネームがついてるんで、適宜紹介をしていけたらなと思います。このホール左側が OB で、傾斜も左にしていっているので少し右目を狙っていきます。今バンカーの向こうにあるピンが少し左ぐらいに狙い目でいきます。よいしょ。今のはちょっと右かなっていう感じでしたけど、次は狙えると思うので大丈夫だと思います。少し打ち上げるピンまで72ヤードなので56度で打っていきます。短かったかもしれない。意外とピンショットは右目狙ってもやっぱり左に落ちてきて、ラフかなと思ったんですけど、フェアウェイにあるので、かなり右を狙って打っていっても全然問題なく、セカンドいけると思います。じゃあ50度でアプローチします。このホールパーですね。で、ティーショットが鍵になってくるかなと思います。かなりセカンド以降は距離も短いので、バーディーも取りやすいホールになるかなと思います。そうなんですよ。ここ大島コースの特徴で、全体的に距離が短めです。うん、であとはアウトとインがパー5が1ホールずつしかなくて、うん、パー70。はい、そうです。35-35でしたね。はい、やっぱバーディーは取れるホールはしっかり取っていきたいなっていう風なコースになると思います。耐えなきゃっていうのよりはバーディー取っていけるなっていうホールが増えると思うので楽しめると思います。はい、アウト2番パー3ですね。こちらまっすぐな打ち下ろしのショートホールになっております。ニックネームは亀友の散歩道、うん、あの1番ホールを熊谷にしたので、ちょっとこう名前から、うん、歴史上の人物ですね、うん、名前から取ってます。はい、ここ打ち下ろしで170なんですけど、ちょっと今日風が上げてるので少し大きめで180ぐらいでいいかなと思います。
ちょっと右の方に行っちゃいましたね。アプローチが距離出ちゃうかなと思います。じゃあ56度で打っていきます。ちょっと大きかった感じですね。グリーンギリギリまで行っちゃったかなと思います。ここはボギーになっちゃいましたね。結構長めのパー3なので、青ティーでも白ティーでもかなりオンするのも、ちょっとグリーンもちっちゃいので難しいかなと思います。ただ打ち下ろしなので距離はちょっと短くなるんですけど、外した時のアプローチとかも結構大事になってくるかなっていうホールになりますね。はい、じゃあ、3番のパー4ですね。373ヤード。ここはもうピンが見えます。まあもうほんとまっすぐな、少し打ち上げのミドルホールになってます。で、ニックネームが、これは海岸通り。うん、もう、こんな形で、まあ、左サイドは綺麗な海が広がってます。まあ、ほんとニックネーム通りの景色を楽しめるホールになってます。じゃあここ打ち上げですね。でちょうどティーショットの狙い目の旗があって、今ピン見えるところの少し右目が狙い目になってるので、そこの旗を狙って打っていきます。ショット、ありがとうございます。頼り少し右ですけど、全然狙える位置なのでいいかなと思います。ちょうどここがフェアウェイのくぼみになってるので、ピンが見えなくなってますね。距離110ぐらいなのでピッチングで打っていきます。本当行ってみてどうかっていうところですね。全く見えないので、こっち結構ティーショット左目に来れば割とピンは見えてくるのかなっていう感じですね。じゃあ50度で打っていきます。高麗グリーンで1メートル2メートルぐらいのパットはしっかりめに打たないと入んないので、それを意識して打っていきます。失礼です。ありがとうございます。やっぱりセカンドがどうしても見えなくなってくるので、距離合わせと方向をちゃんと合わせられるように意識して打っていくのが一番のポイントかなと思います。